マガジンチャンネル。街道さん、今すぐ来いって。えーどうしよう。先輩、どうしたんですか。なんか顔色が。い,いやー、なんでもないよ。しょうがない。じゃあ俺そろそろ。えーもう帰っちゃうんですか、先輩。そうだぞ。 かゲるマンま、まあ時間もそのまだ8時ですよもっと飲みましょうよ先輩 <laughs> カンパーイ <laughs> か、帰りたくねえ大学生活でこんなの初めてだよよし、抜けるのやめだちょっと今手が離せませんってカイさんにあ、はい クソ変態ストーカー野郎あのすいません今ですねてめえ何既読スルーしてやがんだよいやノートのことバラされてもいいんだなえ、うん、っも悪いやっぱこれでか帰りますえおい影沼クソクソックソこの店か… でもどうやって中においこっち遅い何してたのすすいません私が呼んだら5分以内に来るんだよ分かったはああの俺金あんまないんすけどバーカいいんだよそんなのそれよりあれ見ろえ<っ>あのグレーのスーツあいつが私のストーカーだよえっ 誰なんですかこの前怪しいって言ったろ元彼だよ私に未練たっぷりでさ超しつこいのおいいつまで待たせんだよ早く呼んでこいって申し訳ありませんもう少々あのねちっこさ間違いないわ犯人はあいつだよあんなこと言われても俺にどうしろと手伝ってほしいのよあいつにストーキングやめさせるのえー だからもうお店来ないでって言ったじゃん話し合いたいんだよ俺はなあ俺のどこがダメなんだよ教えてくれよいつまで言ってんのもう終わったんだから付きまとわないでよ付きまとそんなだってお前 LINE 見てくんないしこうやって会いに来るしかないだろうがいや確かにしつこそうだなどうすりゃいいんだ あのー、えなんだよお前なえ、いやお落ち着いて私が頼んで来てもらったの誰だよこの人新しい彼氏の影沼くんはねえー